キャバレーグランドの支配人、真島五郎。蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発は発射できる。36発か。相手は上野義晴と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも、迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちは備えのもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。
真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わりあのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてやわしがきっちり10億で土地こうたる。それさえうまくやったらお前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ兄弟。女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい、東条会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ真島。ただのピエロ中負けか。おい落ち着けよ。負けてきれんな。もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おいおいてめえ待てよ。こらなんかこいつヤバくねえ。バカやめて。肩ぶつけたろ。謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえ。マジかよ。おれ上等じゃねえか。あよっしゃ、俺にもやらせろ。あれあれあれ。忘れちまったのか俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや兄ちゃん。なんだよブルっちまって声も出ねえか。てめえ。ごめんなさい。すいません。
チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるもん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけ。空の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手放せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。どうしたんだこの野郎。ちまちま増えてきやって。そんなんで俺は止まらへんぞ。こいつやべえぞ。いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。まだ終わっとらんやろが、ボケ。おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。兄貴。なんです。どうです、こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、
ても。あ、先生。あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何よ、急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの。ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。キリュウちゃん。